チューリッププリンセスです。ごきげんよう。今日はようやく私の母校のソフィアンズクラブのラウンジに来ることができました。毎回毎回貸し切りだったり、ザビエル祭だったり、ソフィア祭だったり、年末年始でかれこれ 4,5 回来て、いつも閉館だったソフィアンズクラブにようやく来ることができました。とってもゆったりとしていていい感じです。とっても素敵な空間になっています。私が在学中にはなかったので、とても新鮮です。卒業生なので、無料で利用することができます。飲み物はセルフで自分が買う形です。今日は本当にようやく来れてよかったです。ちょっとくつろいで帰りたいと思います。今日のコーディネートは、ネムズ・グレイシーの美食女様とお揃いのトランプ柄のワンピース、そして 2B6 のちょっと薄手のピンクのコートになります。今日はショートブーツにしました。ちょっと今日はコーディネート紹介ができるかわからないので、このような形で紹介させていただきました。それではまた、チューリッププリンセスでした。